はいどうも皆さん、こんにちは。えー、っと、本日もですね、えー、っと、金の盾の YouTuber のチャンネルですね。それがどれぐらい収益を上げているかっていう企画やっていきます。これの企画ですね。もう、何人ですかもう、何人かわからないですけど。まあでももうちょっとですね、もう今スピード上げてるんですけども、なかなかスピードが上がらなくて、平均1日1本ペースという、そんなに、 ね、上がってないんですけども、編集するわけでもなしね。はい。で、あと、もう一つなんですかね、私のチャンネル、えー、っと、極端すぎます、再生数がこれ。本当にちょ登録者数ね、同じような登録者数を紹介してるんですけども、そうですね。 なんでこんだけ再生回数が離れるのかちょっとわからないん <laughs> ですけどもね。あのー、だいたい平均撮るんです、撮れるんですけど、私の場合は本当にただ一つだけフィットして、逆になんでその動画がそんなに見られるのと思いますよね。はい。って思いました。えー、っと、あとですね、なんかあったな。なんかあった。 えっと、うーんと、なんかあったけれども、思い出せないということで、えー、次行きたいと思います。えー、っとね、まずは、えー、説明欄のも全然、あれですよね、あの、英語の予告編など、えー、っと動画、英語の予告編などの動画を配信します。要はもう番宣、番宣、映画宣伝ですね。それに尽きると思います。 えっと、これ、あの、三大チャンネルの一つですよ。あの、三大チャンネル。だからベスト10に入る、日本の,あの収益がね、ベスト10に入るか、まあ、ひょっとしたら、ちょっと、ちょっと漏れてるかっていうぐらいのレベルのチャンネルですね。あの、ビッグ3の一つですね、言ってた。ね。うん、まあ、でも、再生回数って言うとあれなんだけどな,なんか数がもう、ポン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 上げるんでしょうね。うん、まあ、万千なんでしょうね。万千。 なんかほら、あの、逆にあれでしょ。1分とかほら、ね。あの30秒とか、そんなことないですか。1分5秒とか。1分5秒っていうのは、ほら30秒とかでしょ。1分5秒とか2分4秒っていうのは、その、そんだけ作って、で、その、放送するときに、どう言うとえい,いんかな。あの、テレビ側できっちり切るんですよね。うん。だからちょっと、あの、1分よりちょっと長いとか。逆に足りなかったら、もう、どうしようもないじゃないですか。現場で。 まあそうなってるんですよ、ね、ほらあの次目とかあの逆に言うたら画面がその足りなくて黒バック何、えー、て言うんか黒塗りとか出たらちょっとかっこ悪いでしょそういうような感じじゃないですかまあそのはいそんなことどうでもいいです早速いきましょうすごいよこのビッグ3の一つですから、ね、言ってたねドンあやっぱカメラの調子あれだわ 調子は今日。調子まともだわ。見てください、これ。A マイナスだけど、A に戻りましたよ、これ。はい、アップロード数が1万1979本、え、登録者数1億1000万、10万、100万、1 2十7万人っていう、えーえー、登録者数1億1000万、10万、100万、1000万、1億、10億ですか間違いないそうやね1億1000万、10万、100万、 一千万、一億の十億でしょもう間違いないですからね。もう、下調べしてるから。えー、国が日本の、えー、まあ、これ、フィルム、映画っていうことですね。ピープルって何なのね。まあまあいいや。チャンネルタイプフィルムの、2006年。延べは10月ですか ?11 月です。間違えちゃった。延べは11月です。まだ覚えてないね、こった話ですけど。 もう昔からだからそういうチャンネルぐらい持ってて、で、バンバン上げて出して、で、それにいたら収益は乗っかって話ですかね。ああ、お金もらうのそりゃ、番宣プラス、映画の宣伝プラス、お金もらえて嬉しいねって感じなんですよね。だから音楽やってる人とか映画とかもうめちゃくちゃ相性いいんですよね。何回も言いますけど。グレードが A マイナスの、えー、っと、トロフィー数が8000、えー、全世界ランキングで8999位のビデオビューランキング。見てください、1280位って、 最近ほんと番ぐらいじゃないですか見てない。数百ってないでしょだからほんと番ぐらいちゃいますかここ最近で見た。これを見てください。高いですよ。これ多分1281。え一番じゃないですかね。私もう全然記憶してないんでわからないですけど。ほら、これ見て出ました。2億。まあまあもう企業ですからね。だからこの宣伝もさせてもらって2億も入るっていう感じなんじゃないですかね。えー、 と、これが何ですかね。1ヶ月の再生回数1億千 10, 万、10万、100万、1000万再生でしょ。やっぱ4000万再生やし、その、何かか何か見られてるんでしょうね。動画数が、あの、アホほどいいから。YouTube みたいに1日1本とかそういうレベルじゃないですからね。その、要するにあるものの、えっと、何番宣だから、ただ切り取って、YouTube に上げるだけでしょ。 消費者数も 76, 人増えててるっていうことですね先月はもうちょっと増えましたよって感じですか、えー、でこれが、えー、桁から言うたらもう1,744ですか、えー、そうでしょ ?1000 万 10,、10万でし ?10 万ドルって100万ドルの1700万。1,744ですね。ドル円100円計算で。えー、最低でも、えー、1000万でしょ ?1 万ドルっていうことは100万からっていうことですかね。まあ、企業ですからね、もうこれ、これ2億でしょ ?2 億1000万。 ヒカルさんって2億ぐらいやったかなじゃもう忘れてしまった。もう全然覚えてないあの。キッズチャンネル2億とか平気でありましたよね。ひまわりチャンネルが今でも覚えてる。4億でしょ、あれ。いや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 。で、さっきの誰だったっけな。あのー、まあ、まあ、考えてしまいましたね。あのー、この後紹介するキッズチャンネルも、UUUM なんですよね。UUUM だし。 あのー、誰だったかなぁ。あ、そう、花尾くん。さっき紹介した花尾くんも、ウームですよね。その、言うたら、その、こんだけのお金の10%が入るけどでも10%は間違いなくウームは経費扱いしてると思いますよ、全部ね。人件費はんやらで埋めてると思うす。だから10%全部使った、使ったって言ってると思いますけどね。うん、ウーム時代案件で入ってくるんすから、ね、まあ何の話してるんでしょう。えー、脱線してごめんなさい。えーっと、 これが1000でしょ万、10万、13万ドルっていうことはえ ?1000 万からああ、マジか。そうでしょ ?13 万ドルっていうことは、そうでしょ ?1300 万か。わあ、もうこれ企業ですからね。企業さんは紹介までさせてもらって、宣伝までさせてもらって、お金がそんなもらえるんですかって感じですよね。7K は7000、えー、っていうことは、70万。1日70万ですね。 まあ4万3570万ってとこですか。まあこれ企業ですけどもやっぱすごいですね。スタジオジューリってないのこういうのね。なんかこういうのスタジオジューリとかチャンネルあったらめちゃめちゃ増えそうなんですけど見てないな。金ではいないけど銀でいるんですかね。あーどうなんでしょうね。最近こんだけなんか去年の10え、え去年の末ぐらいから これ1月でしょで、12月でしょだから、去年の末で、とんでもく伸びて、最近勢いに乗ったって感じですね。そんな感じですね。今までその大したことなかったみたいですかね。だ、だから登録者数が増えていったら、こう、ね、登録者数、今、旅行バイとかゼロでしょである時ちょっとずつ平均増えていって、それはもうパスが増えるんですよね。で、ある時やっぱり、なんか、 何回を動画かなんか映画の宣伝がむちゃくちゃヒットしてんでこれもうこうね角度変わるでしょうそうなるんでしょうね成功してる人ははい以上になります次誰をやるかっていうか次誰やろう次誰やりますか今日はカメラの調子も三脚もおっ三脚も調子いいじゃん結構調子いいよへ今日三脚もカメラの調子もいいね あの前回本当に時間までもなかったもうとりあえず動画作らなきゃいけないからさ普通あんなボツにしてるけどないやもうボツにする時間なんかないよっていうからだってはいまずいろいろあるんですよこれやりましたねやりましたはいえーサンコイチさんとか責任者さんとかまあこの方たどっちかやっていこうかなでこのキッズチャンネルとかですねあと次も請正規予算見えてみますけどもこんな感じじゃないですか で、まあまあ、もう、あと、こんだどあとね、あの、ビッグ3の一つはこれですね。あと、ビッグ3の一つはこれです。これ個人ですからね。ビッグ3の一つは、まだ、えー、っと、出てきて、もう少しで紹介しますけども。あと、竹脇くんも知ってますね。もう、この企画で竹脇くんも知ったんかな。セイキンはもう、セイキンはたまたま知ってたんですよ。YouTuber になる前から知ってましたけど。はい、以上になります。はい、それでは。 また規則にかかることを心より申し、心より申し上げております。だんだん適当になってきて、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。